お帰りなさい、サイヤ人。またお前たちのおかげで俺は強くなれる。時の指輪がもたらしたもの。過去の世界に何が起きようと、今の俺には何の影響もない。やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ。そう、時の指輪を使うことができるのは海王神のみ。俺の正義を成し遂げるには最高の理解者が必要だった。同じ正義を持ち、同じように人間の愚かしさに苦しみ、同じように理想の世界を胸に抱く者。すなわち私だ。私もまたお前たちが未来と呼ぶこの世界で人間の愚かしさを嘆く日々であった。俺は時の指輪を使ってこの世界へやってきた。どうだったかな。悪くない。この俺こそが最強だ。愛を受けろ、愚か。だったらなんだ。俺はこの世界を守る。まさか貴様にこれほどの力があったとは。デザートにはもってこいだ。諦めろ、悪くはない。首を受けろ。食べろ。
エロピッ、すべてはここに時の指輪がもたらしたもの。過去の世界何が起きようと今の俺には何の影響もない。やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ。そう、時の指輪を使うことができるのは海王神のみ。俺の正義を成し遂げるには最高の理解者が必要だった。同じ正義を持ち同じように人間の愚かしさに苦しむ、同じように理想の世界を胸に抱く者、すなわち私だ。私もまたお前たちが未来と呼ぶこの世界で人間の愚かしさを嘆く日々であった。俺は時の指輪を使ってこの世界へやってきた。悪くはない。神の腹を知れ者が、これがオラの奥の手か。神をパワーに変える、その身に刻み込む、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えた、この俺こそが最強だ。報いを受けろ。これは今の美しさの光景だな。彼をパワーに変える、その身に刻み込む、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそ神に抗う罪人が。後ろ、罪人だったら何だ。俺はこの世界を守る。まさか貴様にこれほどの力があったとは。デザートにはもってこいだ。どうだったかな、報いを受けろ。やつらは俺が食い止めます。だからその間に父さんたちはあいつらを倒す方法を。
孫悟空たちが戻ってきたぞ。第三幕の開演としよう。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。結果、神だけに与えられた特権。時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神の冒涜の根源。その忌まわしい機会は消えて当然。奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。誰も聞いていなくとも関係ない。なるほど、それでこそ神。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。神の授けた肉体、神の気分、我が物のごとく登る人間風情。様を強く変えたのだ。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変え、人間にしか思いつかないおぞましい方法よ。つい見逃してしまった。そうか、怒りか。宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして人間風情に敗北した無力な自分への怒り。さっきからザマスの子が消えたり現れたりしている。しかもだんだん弱まっているようだ。一体何が起こっているというのか。なんと無様な姿だ、ザマス。一体何があったというのだ。
私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに真の神の力を見せる時だ。木は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は世界、あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを感じるぞ。我が身一つに二つの力が溶け合っていく。さらに奴の気が高まりだしてやがる。心地よい、我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。フランクス、ブルマ隊長。小賢しいサイヤ人どもめ、神の光の力を見せてくれる。よく聞け、我はこの身で世界を照らす太陽なり、そしてこの輝きが正義と知れ、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の本を、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがる。調子に乗るなよザマス、貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めるサイヤ人ども、我が神の偉大なる力を見せてくれよ。さあ、大地を貫き、すべてを笑い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これこそが正義。力も知恵も炎も光もすべて神のもとに戻る。人間の暴力にまみれ汚れた世界は神による理想の世界に生まれ変わるのだ。言ったはずだ、貴様をぶっ倒すと。つくづく懲りない奴らと、我が地終わりだ。孫悟空、アマサー、おめえの光全部貸してやる。愚かなりサイヤ人、消えるのは貴様たち人間の光だ。あの人、こんな
不知れ者が。正義の光を我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。何者だ。見せてやるよ。お前が一人になったから、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれが、ベジットブルー。そんな変身で、神にかなうと思うな。人間は常に神を模倣する。なぜだ。神が偉大なゆえか。神が美しすぎるゆえか。しかし悲しきかな、哀れむべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれ皆が悪となり、罪となるのだ。さあ来いよ神様、お前の理屈は聞き飽きた。懺悔は聞かぬぞ、人間だ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ、お前は人でありながら神をも忍ぶ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああいうのこういうだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ、滅ぶべし。全てはザマスのもとに。よいあの、
世界を汚す不届き者だ。よう、そんな。この世はさゆえに俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるまだなこんな世界消えちゃえ。